こんにちは、こんばんは、三村です。2024年11月日本棋士国内ランキングの後編100位以内をこれからお送りします。上野梨紗2段98位、18歳。そしてその上に加藤篤志九段50歳、96位、桑原樹2段、まだ16歳ですからね、期待の若手ですね。96位。95位が中村新也九段、中村すみれちゃんのお父さんです、51歳。大橋博文6段、清成哲也九段ときて、92位が表優斗2段、17歳。その上に小玉葉を2段、18歳、6位上げて90位です。藤井光輝3段、新人王戦の決勝3番勝負では大変惜しい負け方をしましたね。89位、22歳です。そして12位ジャンプアップしているのが18歳の水戸秀平3段、日本棋院関西総本部所属です。88位。そして9位上がっているのが関西棋院の高島優吾4段、27歳。8位上がって83位、大表拓斗4段、28歳。この辺りはあまり上がっている棋士はいませんが、首藤俊8段、王立成9段、外柳7段、沼舘咲也7段、大垣優作9段と続きます。大渕幸太郎7段は14位下げてますね、77位。藤井秀也8段、76位。松本武久7段、75位。中野康弘9段、74位。伊良3段、73位、23歳。緒方正樹9段、片岡聡9段、山城宏9段、内田修平8段、69位。張尊仁9段、大明園9段、67位。そして半前期8段、今分太郎3段、24歳。あ、だいぶ上がってきてる感じがしますね。関西棋院の24歳、65位です。張理優9段、6位上げて64位。大場淳也8段、63位。辻篤人5段、関西棋院の22歳、62位です。7位上げています。望月健一7段、秋山二郎9段、60位。村松弘樹7段、59位。大西健也5段、58位。長智君9段、57位、68歳。谷口徹5段、55位、28歳。溝上友近9段、54位。山田君雄9段、53位。張瑞傑6段、52位、25歳。なんかそろそろ自分が出てきそうで怖いな。寺山霊6段、51位、33歳。キムスジュン9段、50位。三谷哲也8段、49位。李易秀8段、48位ときて、あ、ここにいました、47位。三村智康、ここでしたね。じわじわ下がって、今年ね、本当に成績連戦連敗で毎月少しずつ下がってしまっていて、ついにここまで50位が近いところまで下がってきましたね。なんとかね、挽回しなければいけないところです。劉志君九段が一つ上にいて、その一つ上に蘇耀国九段がいます。西武信5段、関西棋院25歳、44位。鶴田和志6段、29歳、43位。田中康裕5段、23歳で42位。与田則本9段が41位。与田さんも少し下がりましたね、58歳。宇保井6段、39位、28歳。ここで 7.927 ですね、ポイントは。大竹優7段、38位。この辺りは大きな変動はありません。三浦太郎5段が4位上げて36位まで来ました、20歳。高磯9段、35位、37歳。横塚力7段、34位。鈴木伸二8段、あれ、鈴木さんもね、一時は10位台に入ってたと思うんだけど、33位まで
少し調子を落としているかもしれませんね。上野愛咲美五段が32位で、藤沢里菜七段が30位ということで、女性のトップはここに揃っています。間に瀬戸大樹八段が31位入っていますね。40歳。安西信明八段、羽根直樹九段、孫誠七段27位。孫誠さんも一番いい時はトップ10ぐらいのところまで行っていたと思います。皆さんやっぱり上がり下がりありますね。で、結城聡九段が26位。これがおそらく50代のトップということですね。26位。小刻みに動いています。林漢傑八段が25位。赤尾真嗣九段が24位。4つ下げています。そして、張雨九段、この四天王の2人が、22、24と、ね、少しずつ下がっている感じがあります。そして、今までこの辺りに入っていなかった小山空也六段、28歳が上昇している感じがしますね。そして、小池義弘七段が21位。平田智也七段20位。この辺りも小刻みにね、3つ上げて3つ下げてというような動きになっています。そしてじわっと福岡幸太郎五段が19位に上がってきました。先日名人リーグに初めて18歳で入りました。タイトル戦までかなり近くまで来ていると思います。関幸太郎九段23歳4つ上げて18位、徐々にまた上に上がってきていますね。志田達也八段17位ですね。少し下がったかなという印象です。33歳。六浦雄太七段、六浦さんかなり復活してきましたね。一時下の方にね、30位とかに下がってた時があったと思いますけど、3つ上げて16位までかなり調子を戻してきた感じがします。関西棋院の佐田篤史七段28歳、1つ上げて14位。藤田明彦七段が13位ですね。藤田さんも一番いい時は7位ぐらいまで行ってた気がします。そして河野凛九段が12位、2つ落としました。このあたりの争いはもう熾烈ですね。そして広瀬雄一七段、広瀬さん23歳、名人リーグに入りました。いよいよタイトル戦の近くに来ています。2つ上げて11位。そして酒井佑樹五段が20歳で1つ上げてトップ10に入りました。10位、初めてのトップ10ではないでしょうか。はい、9位から5位まで一気に行きましょう。井田篤史九段30歳、安定してトップ10キープしています。村川大輔九段も8位、少し15位ぐらいまで下がってた時があったと思いますけども、戻してきています。本木克也8段7位、本木さんも上げてきてますね。29歳、本因坊戦の挑戦者になったことがあります。もう一度タイトル戦へという気持ちは強いと思います。そして6位の山下敬吾九段、四天王の中で一番上にいるのが山下敬吾さんですね。このあたりの秘密も知りたいところですね。はい、そしてトップ5いきましょう。まずは5位が養成期8段、許家元さんを一時は抜いて4位を長くキープしていたんですけども、許家元さんが抜き返した。その後このまま動いてないようですね。29歳、 9.277。 そして4位が許家元九段です。トップ3が強すぎて、この4位5位がタイトル戦になかなか登場できない状況が続いています。 9.390、 26歳、11ヶ月。許家元さんも早くタイトルをね、もう一度取りたい、タイトル戦に出たいという気持ちは強いと思います。そしてトップ3いきましょう。はい、3位はこれ何年間続けているんでしょうね。長期にわたって全く上にも下にも動かない芝野虎丸九段、名人だったんですけども、少し前に一力さんに取られてしまって無冠になりました。それでもレーティングは 9.916 ですから、限りなく10点に近いところをキープしている、世界戦でも活躍している、日本の抜けているトップ3の3番手という25歳。島野さんは今王座戦と天元戦2つの5番勝負を掛け持ちで戦っていますから、またすぐにでもね、この、タイトルも取ってトップ2の2人を倒すことでレーティングはね、上回る可能性は十分にあると思います。そして今回の1位はどちらでしょうか。一気にここは行きましょう。はい、そうですね、一力遼4冠、
棋聖、名人、本因坊、天元4つ今持っている一力遼さんが1位をキープしました。井山裕太さんも王座、十段、五星と3つ持っていますから、今はねこの2人4冠と3冠がトップ2をねずっと長期維持している状態です。まあ今はとにかく世界戦大支配で優勝もしましたし、一力さんが打てている、一力さんが今本当に第一人者と言える状況になっているかと思います。でも僅差です。井山さんも棋聖戦の七番勝負の挑戦者になりましたから、1月からまたこの2人の戦いは大注目ですし、タイトルの行方もそうですし、このランキングの方も揺れ動きますね。芝野さんも挑戦している2つが井山さんと一力さんに、ね、挑戦していますから、少し私は入れ替わりあった方が面白いんですけど、まあとにかく今は一力遼さんが強い、充実している本来の強さをね今は最高に発揮している状況だと思います。ということで今回は日本棋士国内ランキングを2回に分けてお送りしてみましたが、どうだったでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。囲碁棋士の三村智康でした。この動画が気に入りましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。